今ですね、庄山先生が特別ゲストということで、IBC 衛星特別にですね、24万8000でやってるノウハウが無料と。IBC の塾生さん、すごいな、羨ましい。24万8000円の塾で教えてるノウハウが無料で今講義されておりますよ。ここは静岡ですね。まあ、毎月定例でやってるフォローアップ勉強会ですけれども、1月は長野でやって、この2月は静岡で開催ということで、庄山先生特別講師。まあ、庄山先生はですね、静岡に住んでますので、まあ、この前ね、先週静岡でセミナーやったばっかりなんですけど、また来ました。いやー、静岡ね、また本屋さんでも行こうかな。今ね、僕も40分ぐらい話したんですけれども、あ、そう、なんか静岡は今、なんかね、爆弾テロか分かんないですけど、なんか爆発させるぞみたいな、多分なんかニュース流れたんですかね。で、静岡駅が今ね、やばいですよ。静岡駅がそのテロ対策か分からないですけど、来た時から、ちょっと行ってみましょうか。消防車がね、やばいんですよ。消防車見えるかな？とりあえず消防車が5、6台待機してます。まあ、いつ爆弾爆発されてもいいように、まあ、目の前なんですけど、とりあえずすごいっす。とりあえず、光ってるの見えます？近いですか？全部消防車、消防車5台ぐらいありますよ。はい、ちょっと行ってみましょうか。めちゃめちゃあるんですよ、あそこ。消防車待機、ずっと待機してますよ。どこ出ればいいんですかね。まあいいや。まあとりあえず今、塩山先生話してるんで、僕暇なんですけれども、静岡駅探索と。まあ今日はね、消防車待機してますからね、6台。安全、安心安全。ずっとですよ、来た時からずっといますね。まだいる。今日一日ずっと待機してんじゃないですかね。はい。ね、この静岡駅は、僕この前来た時びっくりしたんですけど、結構ね、もう東京駅っぽいんですよ。すごく開けてる。はい。めちゃくちゃ綺麗ですよ。さて、消防車を拝みましょうか。ちょっとどんな感じで待機されてるのか。ほら、これなんか六本木みたいなんですよ、これ。ほら、六本木みたいじゃないですか。六本木のなんかあの感じですよ。これ絶対パクったんじゃないかなと。こんな感じです。ほら。お、消防車いっぱい。ほら、消防車だらけじゃないですか。いたいたいた。ほら。ほら、あそこにも消防車いますからね。行きますよ。あそこのね、あそこに消防車がいる。まず。で、そこに消防車がいる。どうすか、このテカテカライン。で、パトカーも結構いるんすよ。あそこに消防車がね、ぶんどってる。すごくないですか。消防車だらけ。まず1機でしょ？ 1 機、2機、3機、あそこにいるからね、交番の前にいるからね、消防車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 だらけですよ。ほら、消防車、あっちにもいるんですよね、消防車。すごいですよ、今日。まあ、テロ対策、あっちにもいた。あっちにも消防車いました。ほら、すごい。まあそんな感じで消防車いっぱいいますね。とりあえずまだ生きてます。なんかね、爆弾仕掛けたか分かんないですけど、なんかそのニュース、多分なんかね、フェイスブックでなんか松本さんがなんか投稿してたのかな、なんかフィードラインに載ってたような気がする。はい、まあそんな感じで今静岡駅います。いや、ほんとね、ここね、
ご利用の際は、どうですか。いやー、六本木みたいですね。はい。人もすごくいますね。じゃあちょっと本屋でも行きましょうか。本屋、例の本屋。あ、財布忘れた。財布忘れたんでまた取ります。財布忘れちゃったんですよね。まあ消防車取れたからいいんじゃないですか。消防車、あんだけ消防車がいることはね、多分なかなかないですよ。なかなかない。消防車もあんだけ見れるの機会なかなかないですよ。でも静岡駅はね、すごい開けてますよ。静岡駅はすごい、めちゃくちゃ開けてる。綺麗です、すごく。すごく綺麗。いろいろなものがあるんですよね。あ、雨が降ってる。雨が。あそこね、おしゃれなお店です。あそこいいです。あそこおしゃれですよ。で、今日セミナーやってるのがですね、このなんとかなんとかですね。まあ、そこに図書館があるんですけれども、図書館じゃねえな、このリンクってとこですね。よし、ここでやっております。で、今暇なんで一回ちょっと戻って財布をゲットしてこようかなと思います。ここは本当ね、駅前で、めちゃめちゃ駅前です。だけど、やっぱ静岡はリーズナブルですね、安い。はい、静岡はね、東京に比べると4、東京だと多分この立地だったら4万、5万するんじゃないですか、借りるのに。静岡はね、ここ1万円ぐらいかな。安いですね、やっぱ静岡。地方いいですよね。何でもやらせ。